算数計算、意外と悩む小数分数計算、おまけ問題付きです。では始めましょう。次の計算をしてください。では解説をします。そのまま計算して上のように誤答するケースが意外とあります。本来のような場合、小数か分数のどちらかに統一しなければなりませんが、3分の1が割り切れず小数で表せないため分数に統一します。 0.2 は上のように分数に変換でき、約分して掛け算すると15分の1が正解となります。おまけ問題です。次の計算をしてください。この問題が解けた方はコメントをお待ちしております。なお、他の動画でこの問題の解説をしていますので、終了画面または概要欄の URL からご覧になってください。